セントラルパークノースマイナ -110 丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT レノックスアベニュー線の駅である。マンハッタン区ハーレムの南端、110丁目とレノックスアベニューの交差点にある。終日に系統と3系統が発着する。駅入り口。救命の110スストリート、セントラルパークノースになっている。セントラルパークノース -110 丁目駅は、 インターボローラピットトランジットで最初の開業区間の終端であった96丁目駅から北に分岐してレノックスアベニュー沿いに145丁目まで伸びる区間が開通した1904年11月23日に開業したホワイトプレーンズロード線はその3日後に開通している当駅はレノックスアベニュー線の南端にあたりさらに南方向には セントラルパーク及び104丁目の元を南西に走り、102から103丁目付近で南に曲がって IRT ブロードウェイ -7 番外線と合流し、同線の急行線になる。セントラルパークノース -110 丁目駅は、島式ホーム一面二線を有し、ホーム北端より南端の方が広くなっている。壁面には開業当初からある垂れ下がったようにデザイン。 されたも在庫が施してあり、ホーム中央には赤い円柱が一列に並べられている。改札は2箇所、いずれもプラットホーム階にある。常時開いているのはホーム南端側の改札で、改札機が4台とトークンブースが設けられている。また、幅の広い階段で西110丁目マルコム X ブールバード交差点の北西角に出ることができる。 ホーム中央の自動改札機からは西111丁目、マルコム X ブールバード交差点の北西角に出る海岸に行くことができる。1998年の改築の際に、マレンハッシンガーのメッセージフロム・マルコムという作品が展示された。これは、マルコム X の発言や著作を記したモザイクパネルからなるもので、周囲はモザイクで囲んである。ありがとうございます。